カメラを動かして周囲を見てください。マップを見て他のカメラに切り替えてください。指定の場所でゾンビを投入してください。ゾンビを操作してください。サバイバーを攻撃してください。ゾンビの操作をやめカメラモードに戻してください。死亡したサバイバーはエリアの開始地点でリスポーンしますが、脱出のための残り時間を大きく減らすことができます。指定の場所にトラップを仕掛けてください。マシンガンのスキルカードを使ってサバイバーを倒してください。勇気モードを解除してください。アルティメットスキルカードを使ってください。サバイバーを攻撃してください。タイムカウント終了。実験は成功しました。鍵のかかったドアを体当たりで開けてください。仕掛け装置へ向かってください。足りないキーアイテムを見つけてください。キャラクターには固有のスキルがあります。バレリーのスキルで近くのアイテムを見つけてください。足りないキーアイテムを仕掛け装置に取り付けてください。セキュリティカードを持つ警備員ゾンビを探してください。無防備な頭か背中を攻撃して警備員ゾンビを倒してください。セキュリティカードを拾ってください。警備装置を解除してください。マップで設置場所を確認できます。出口に進んでください。仲間が瀕死です。助けてください。バレリーのフィーバースキルでサバイバーを回復できます。
出口に進んでください。アンブレラクレジットを拾ってください。武器ボックスで強力な武器を購入してください。新しい武器を装備してください。セーフルームを出てください。赤いバイオコアを見つけて破壊してください。感染しています。ブルーハーブを見つけてください。ブルーハーブを使用しウイルス感染度を下げてください。赤いバイオコアを見つけて破壊してください。最終出口が起動しました。レバーで解放してください。最終出口が解放されるまで生き延びてください。最終出口が解放されるまであと10秒。最終出口が解放されました。